相手が離れてくれていれば戦いには。なんだ、ビームでなくナイフで襲ってきた。動くな。なんで俺を襲う。本気で殺し合いを始めるなんて馬鹿げてると思わねえのか。こんなことはやめて、俺たちに協力してくれ。一緒に島を出よう。どうやって。それはノープランかよ。ナイフでビームに勝てるわけないだろ。説得の後は脅しか。てめえみたいな勝手な若造が一番嫌いだぜ。何とでも言え。俺はこのまま行かせてもらう。後をつけようとしても。さっき反応した。グルだったのか。あいつ、三種類もビームを。なんだかんだ言って、てめえも人殺しじゃねえか。こんな奴にビームを使うまでもない。宮本さん、ナイフで一突き頼みますよ。なんなら私が。何しやがった。待て。スタンガンの威力が落ちてる。くっそー。あの若造、宮本さん、早く追いかけて。あいつはもともと泳がすつもりだった。え？あいつよ、さっき俺にこう言ったんだ。俺たちに協力してくれってな。動くんじゃねえ。なんでここが。俺は元傭兵でね、ジャングルで敵を追跡するなんざお手のもんよ。回収が面倒だぜ。あの若造は生きてやがったのか。スコール、やみましたね。ぼちぼち来る頃か。お前は正面玄関に向かえ。俺は左手から行く。奴のビームは全部取り上げたんだ。丸腰相手にしくじんなよ。任せてください。お前のビームは10秒待たねえと爆発しねえ。しくじらねえように3秒ぐらいにセットしとけよ。はい。よし。夏目の方に向かってるな。バカが、自分の居場所がバレバレじゃねえか。夏目、やったか。反応が向かってくる。仕留め損ねたのか。いや違う、次の爆発がないということは夏目がやられた。さらに直進してくる。ならここを通るはず。一撃で仕留めてやる。それで気配を消したつもりか。もらった。奴はどうした。何があった。奴が見えたんで攻撃したんですが、跡形もなく消えたんです。肉片が残らないくらい消し飛ぶってあるんですか。あるかボケ。もっとよく探せ。彼女の反応は確かこの辺りのはず。
軍人らしいトラップ仕掛けやがって。だがかわしたぞ。それに貴重なビームも手に入れた。あの野郎、女と一緒だ。ずっとレーダーに反応してなかったのに。トラップを抜けて部屋に入ったのか。ったく、レーダーといいビームといい、やはり信用できんのはこれだけか。あの部屋から降りる道は2本しかない。お前はここを進め、俺は横道を押さえる。今度はしくじんじゃねえぞ。はい、ヤッホー。刑法361条1項、正当防衛、旧迫不正の侵害に対しての権利を防衛するため、やむを得ずした行動は罰しない。正当防衛、正当防衛。見つけたぞ。世界で死ねるか。俺はエリート弁護士だ。バカめ、その先は行き止まり。やるじゃねえか若造。見直したぜ。だが女は俺の手の内だ。おとなしく出てこい。お前にチャンスをやる。素手での勝負だ。悪い話じゃねえだろう。さあ来いよ。あれを手に入れられれば。お前のポーチには3種類のビームが入っていた。チップを2個は持ってるはずだ。明智ってデブを殺したこいつも1個持っている。だから知らないって。また知らおきるか。まあいい、お前らが3個は持ってるはずなんだ。殺してからゆっくり調べるさ。夏目、お前ら関西弁の親父、俺が前に殺した男、都合8個。コンプリートは確実だ。だからよ、そろそろ出てこいよ。万が一俺を倒せたらお前がコンプリートできんだぜ。今だ。ナイフが欲しいよな、普通。くそ。楽には殺さない。素手で勝負と言ったのに、お前は無視してナイフを手にした。ルール違反だよ。ここだ。終わるのか俺の人生。ね、何してる。てめえ、逃げて、早く。何よ。何、走って、こっち。あの女がスイッチを。ガスが来る。ペグちゃん、知らねえように3秒ぐらいにセットしとけよ。こいつは夏目の。
君たちが夢見る理想郷、盤上の世界、リスボーヌ。この世の全てが単純なゲームで決まる。人の命も国境線さえも。誰？僕はケト。あそこに住んでる神様。